ウィジェットバーのもっとウィジェットをクリック。サイコロをクリックすると、サイコロウィジェットが起動します。ウィジェットのアイコンをクリックすると、サイコロを振ることができます。右上の歯車アイコンをクリックすると、サイコロの数や種類を変更できます。サイコロは複数起動できます。超絶簡単です。